こんにちは、マッツです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。実はまあこうやって新年のご挨拶を動画で撮るのは今年が初めてなんですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。昨年2020年がどんな年だったかといえば、まあスマホ業界的にはやはり 5G サービスが開始されたりとか、いろいろな節目があったりしますが、コロナ禍でね、だいぶいろいろ生活が変わってしまったなというところが大きいかなと思います。まあそんな生活が変わっている中で、私はなぜか今まではね、個人事業主としてまあブロガーメインでやっていたんですけれども、法人なりをしてしまいまして、一度 YouTube ライブでもお話をさせていただいたんですけれども、まあ一応形の上では、法人なりをして、会社の代表として、まあ一人会社をやっているというところではあります。かといって何が変わってるかといえば、ちょっと経理がややこしくなってるぐらいなんですけれども、そんなに変わってないかな。まあコロナの影響でね、引きこもりがちとかそれぐらいかなという感じかなとは思います。今年2021年にぜひやりたいと思うことが2つあります。1つ目がですね、まあ、これはもうすごく個人的な話なんですけれども、今年は環境を変えるということをより意識したいなと思います。形としてはね、もともとはまあ会社員になった後、一度個人事業主になって、で昨年は法人化したという形で、まあね、表面上の形は変わってるんですけれども、社員から個人事業主は、まあ、ガラッと変わりましたが、そこからですね、まあ、3、4年ぐらい案外変わってないんですよね。仕事の中身も環境も、まあ、少しずつ変化はあったりとか、まあ、攻めていったりとか、そういうところはあったんですけれども、案外変わっていないな、まあ、その中でもね、やはりもがきながら、例えば YouTube を強化したりとか、ブログ頑張っていったりとか、コミュニティ FM 局でパーソナリティをしてみたりとか、いろいろなことをしてきてるんですけれども、やっぱり自分として進歩していくには、もっとね、より良い環境に身を置けるように頑張っていく、なんか積極的にこう攻めていくっていうことをしなければならないなと、なんか最近すごく感じているんですね。まあ今のところね、すぐに動くプランっていうのは全くあるわけでもないですし、やっぱコロナ禍が続きますので、この動くっていうのはなかなか難しいんですけれども、ね、1年かけてより良い環境を構築できるような環境作りというか、なんかしたいなっていう感じですね。どういう形で環境があるか、まあ、引っ越しではないと思うんですけど引っ越しなんか、視聴者には非常に引っ越しという言葉に敏感な人もいるので、言っておくと引っ越しではないと思うんですが、まあおそらく、まあわかんないですけどね、何かしらの形で、なんか変えていきたいなと思います。できるかどうかわからないです。今のところ漠然と思っているだけです。もう一つはですね、物欲を深掘りしてワクワクを育てたいなと思ってます。何言ってんだお前って感じですけど。なんかそのワードができたんですよ。物欲ってやっぱ大事だな。まあ、ブログとかでもね、サブタイトル的な形で、広島から物欲を刺激します。っていう風にいつも書いているんですけれども、会社も立ち上げた時にね、理念としてワクワクを大事にするっていうところをね、一つ書いたんですけれども、やっぱり物欲とかワクワクってね、非常に大事だなというふうに思いましたね。昨年もね、いろいろなガジェット買いました。まあね、昨年末の放送ではベストバイガジェットという形で、何個かご紹介させていただいたんですけれども、例えばですね、このギャラクシー Z フォールド2とか、こういうのはやはりね、ただ単に折りたためるってだけじゃなくて、この細い画面でもちゃんと操作ができる。ね、細い画面ってすごいなってやっぱ思ったりとかしてね、すごい、こうなんか買う前から実はワクワクしてね、Xperia シリーズも細いので、まあ、あの操作性でさらに大画面も使えるっていうのは非常にワクワクするなと思って、ワクワクね、使ってきたわけなんです。それとか、MacBook Pro だったりとか、あとは Vena 3、ちょっと、ストップウォッチになってますけど、Vena 3ですね。そう、なんかね、いろいろ結構ね、去年はね、結構ときめいたスマートフォンとかガジェットが、比較的、一昨年とか、その前の年とかに比べると、
なんか比較的なんかときめいたものが多かったなという感じがするんですね。ということで、なんか物欲ってこう大事だな、もっと大切にしたいなって思って、物欲っていうところを大切しながら、これ欲しいっていうものをね、素直にレビューしていきたいなという感じがします。そういう意味では今年結構また面白いプロダクトが出てくるんじゃないかなっていう感じがします。私が今ちょっとレビューしたいなと思ってる製品の中にも、なんかあの面白そうなね、キーボード付きのスマホだったり、ちょっとスマートモビリティみたいな乗り物みたいだったり、なんかいろいろなものがあったりとかして、スマホだったり他のものだったり、いろいろなものをレビューしていこうかなと思います。ということで、まあちょっと昨年はですね、ブログと YouTube を両立するっていうところを結構メインにしていました。もともとね、ブログ、あの、これは動画なので、ブログを見てくださってる方もいらっしゃいますし、今日もしかするとこれ初めて見たとか、ブログの存在知らなかったって方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、一応ですね、ブログと YouTube をね、両方成り立たせる。まあ、メインはブログだと一応思って今やってきたんですけれども、去年は結構やっぱり同じネタを、まあ、似たようなあのトピックでも、まあ、ブログはブログなりに、YouTube は YouTube なりに、分かりやすく解説するっていうのを結構注力してきて、まあ、それがね、ちょっと更新頻度が、まあ、特に、まあ、ブログとかだとね、今までは更新頻度すごい高かったのが、若干こう下げ気味になってしまったのは、なんか申し訳ないなと思ったりするんですが、まあ、今年からまたもうちょっと多分時間割けるようになると思うので、今年もマッツスカイチャンネル、あとブログもね、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、マッツでございました。また、次の動画でお会いしましょう。次どれかな？今年もワクワクできるガジェットをたくさんご紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。マッツでございました。また、さよなら、バイバイ。